遅くなりました、皆さん。ええ、国境付近の監視部隊によってようやく確認が取れました。テートに C が現れた時刻、新総統がクロスベルを離れ、状況的には新総統の方がその可能性は高そうですが、いえ、さすがに甘いかもしれませんね。ユーシス、7組の職務、私の敗因は何だったと思う？人に、絆に頼らなかったからでしょう。カレイジャス2の行方を知りたければノルド高原に行くといい。ならば我々も同行しよう。お疲れ様です、教官。アルティナにアッシュ、皆さんも。話は聞いている。どうやら有力な情報を得たようだな。西部で調査をしている父に代わり、我々がノルドへの随伴を引き受けよう。及ばずながらよろしく頼む。
二人ともどうしたんだ。ミュゼに来ると中佐まで来てくれた。そこまで心配する必要は。いえ、そちらではありません。アッシュさんにミリアムさんたちも昨日はあえて口にはしませんでしたが、教官、また自分だけ無理をしようとしていませんか。多分地下道でのあの言葉のせいで。灰色の騎士、貴様は裏切り者だ。貴様に憧れて軍に入った者も数多くいる。なのに貴様は終戦に加担し、我ら帝国軍人の宿願を踏みにじった。先に散った仲間たちの無念も、残った我々の悔しさも、貴様に計り知れるものではない。英雄としての責任、何が何でも取ってもらうぞ。まあ、改めて思い知らされたのはあるかな。あの対戦はまだ終わっていない。終われない人たちがいるってことを。教官ですが、それは兄様。勝ってる。だけど目を背けるわけにはいかない。彼らにきちんと向き合って、ようやく俺もあの対戦から一歩踏み出せる。そんな気がするんだ、リーンさん。帝国軍人としても向き合っていかなくてはならない話だな。僕らも教官だけに背負わせるつもりはありません。だろう、アルジナ、ミュゼも。言わずもがなです。はい、7組の仲間としてあくまで教官を支えます。そうですね。道中お気をつけて。兄様ならばきっと答えを見つけられると信じてます。ありがとう。どうか見ていてくれ。おっと、来たわね。長旅お疲れ様でした。はい、一つ前の列車で一緒になりまして。君たちも無事に到着して何よりだわ。中佐もお疲れ様です。未遂の件はクレア少佐からの連絡で聞きました。リンさん、本当に大変でしたね。それでリンス、いざとなれば移動手段には事欠きませんし、忘れないでくださいね。何があってもそばにいますから。しかし、聞いた時は耳を疑ったけど、ルーファス講師が二人いたなんてね。今回の手がかりは C に扮していた方からだそうだけど、警戒の必要がありそうですね。
人だけはしないのよ。教官だって強くあり続けなくたっていい。君がそうしてくれたように私も君を受け止めてあげるからなんてね。待っていたよ、トールズ7組諸君。ゼンダーモンへようこそ。第23機甲師団、師団長代理のダルトンだ。これがノルドの光源ですか。話には聞いていましたが、なんて広大な。そうか、君たちは来るのは初めてだったわね実は密かに楽しみにしていました。言葉にするのがもったいないというか、ユーナさんたちにも見せたかったですね。そうだな、できれば平時に来たかったが学生時代の演習や内戦中に訪れたのを思い出しますね。かつてロランも挙兵時、ドライケル帝と共にここにいたんですよね俺やおじ上が勤めたことも含めて、いろいろと縁を感じる場所ではあるな。新婚旅行への同行はオリビエの方から遠慮されてな。どうも俺に終戦後の休暇をくれてやるつもりだったらしいが、似合わぬ気遣いをするからだ、アホめ。
や。すごいな、どこまでも広大で、まるで緑の大海原のよう。いえ、もはや言葉では言い表せませんね。どうどう、俺たちが最初に来た頃を思い出すな。本当に今は魔獣も少ないみたいです。ちょうど師団で相当したばかりだそうよ。今のうちに駆け抜けちゃいましょう。いいものを手に入れたな。はや、どうどう、覚悟してもらうぞ。僕の番だな。私の番ですね。アークス駆動、行きます。敵ユニットの傾向を解析。万物無天理だ。無は有にして、有はまた無なり。1、2、3、4、5、6、7、8を一刀無人拳。私の番ですね。強力な雨よ、我らに癒しを。ありがとう。すぐに処置します。助かります。僕の番だな。我らを守る唯一の盾。
とは流輪、広告を照らす無二の鏡。テレス、パレス・オブ・エレディオン。僕の番だな。烈光陣、ホームだ。行きますね。行くぞ。リンさんは相変わらず頼もしいですね。こちらこそ。エナが一緒だと心強いよ。まだまだこれからだ。僕の番だな。燃えぜ烈光陣、ホームだ。よし、
の番だな。今だ。続きます。止めだ。私の番ですね。えい、それ教授いただきたいです。はやですね。その通りよ。そして左手の高台にあるのが石柱群ですね。ノルドの精霊信仰の名残とされています。はか、気をつけないとな。どうどうついてるわね。はやそろそろ集落に到着だな。しかし本当にいい風だった。ええ、このままいつまでも走り続けていたいような。ふう、馬から降りるときに名残惜しくなっちゃいそうですお二人もすっかり高原の虜みたいですね。